手はオートモート10年のワンダージャパン、陰謀論者が世界を救うということで、15回目東京ダークキャッスルの面々を迎えての前編後、前編中編後編後編に入ります。はい、ということでよろしくお願いいたします。もう一度評価紹介しておきます。DJ ちひろ、それから、レムラントの、匠、ギターの匠、そしてゆきろスウェーデン、フロムスウェーデン。今回は、ベルジュというバンドでダークキャッスル、5月の4日の土曜日にやるダークキャッスル、1年半ぶりの半ぶりのダークキャッスルでパフォーマンスしてくれます。バンドやってくれます。僕まだ見たことないです。楽しみにしてます。ということで、この前回はね、14回目はで中編はスウェーデンの、管理社会的な部分、まあ一番興味は僕が持ってたのはマイクロチップをほとんどの人間が埋め込んでんじゃないかと、勝手に思ってご本人に聞いたら、まだそこまでじゃないよと、まあそんなにメジャーじゃないよと、まだただいることはいると、これからどうなるかと。でもこれからどうなるかっていうことは、日本においても中国においてもどんどんそういう世界に行って、まさにね、この前回14回目の時に話したのが、俺たち マトリックスの、あ、ね、ね、もう寝たきりのバーチャル人間にされちゃったら怖いねみたいな、そんなことを語っておりましたが、今回はそれからボーンとまた趣旨を趣を変えまして、サタンです。今回はサタンです。サタニック、まあ、なんでサタンなのかっていうと、スウェーデンってブラックメタル、ね、盛んだからね。まあそこで、スウェーデンの、ね、ブラックメタルはすごく過激で、本当に、黒みさやったり人殺したりみたいな、それで教会に火つけたり、まあかなりのことやったんだけど、でもやったのはどっちかっていうと、ノルウェー人だったっけ、うん、ノルウェー人がスウェーデンにやってきて暴れてたっていう、なんかバイキングみたいな感じ確かにというようなオチがあるんですけど、でも、実際ね、インナーサークルっていう、まあそういうオカルト集団的な、ブラックメタルシーンがあって、そこで本当悪いことを競い合ってたみたいな、本当狂気に満ちたことをやってたみたいで、それで何でサタニックかっていうと、何の話題かっていうと、まあ僕ら東京ダークキャッスルもね、かなりサタニックな格好をして、まあ僕らも こんな感じでやっぱやってはいるんですが、僕らは単にまあダークなものが好きで、それでまあそういう雰囲気、残念ながら悪魔崇拝者じゃ僕たちは全然ないので暗闇を祝福する、まあ悪魔好きだな程度のもんで、本当のサタニストではないということをはっきり言っておきたいんですけど、でまあそのエセサタニストから見た、そのリアルサタニストになろうとしたスウェーデンのああいうのっていうのはどういう感じだったのかね。あ、私より詳しい人は多分こちらで、そうかスウェーデン人でもお前あんまり知らないか僕のルームメイトは結構ブラックメタルのバンドと付き合ってるんですけど、僕はあんまり分からない。じゃあ今度その方連れてきて、ね、そうね、そういう系の話を、はいはいはい、まあでもとりあえず今においてのオーソリティは千尋ということで、そうなんですかねどうなんですかね、まあね、昔ねメンヘムというバンドがいて、そこの、ね、ユーロニモースって人が大暴れをしたっていう話は、まあ、世界的に有名な話ですよね。そうだね、事実だしね、それで人殺しちゃってるしね、あれもでも人殺しって言っても別にミサみたいな形で殺したわけじゃないんだよね、あれね。まあミサみたいなこともやってたと思うけど、ね、まあ、みんなで悪いことを競ってはいたんでしょうね。でもそこまでやってるブラックメタバンドなかなか今時はいないですよね。昔はもうね、インナーサークル内で、ね、どんだけ悪いことをしたら位が上がるみたいな怖いな教会入れちゃったりとかね。まあ僕らの友達もね、なんか
どっかの教会行って牧師さんぶん殴ってきたとか言って言ってた人が、誰かの後ろでギター弾いてますけどまああの方は置いといてブラックメタルいいんですよ、ね、いいんですよまあでもいいバンドですよ、うん、でもあの今はそういうことはないよね。ないだと思います、ね、そうですね、まあでもねミサとかそういうことってのはでもあるんだよねっていうか、あと幼児誘拐とかとかいうのがものすごく世界的にあって、幼児性愛っていうか、このあのカトリック教会なんかもものすごくそれで今摘発されてて、でカトリック教会がってこう怖いなと思われるけど、意外とねカトリック教会が幼児性愛、それから人身売買、そういうものね、うん、僕は聞いたことあるやっぱ。あるある。でも僕はサタニストには怖くはないけど、クリスチャンには怖い。クリスチャンの方がアメリカとかすごく頭がおかしいみたいな。まあこれね、本当の話かどうかっていうのは、まあわからなくて、これは僕が今から話すのは単なる、陰謀論の中にある一つの話なんですけど、これは実証も何にもない話なんですけど、まあ権力者たちは今世界を牛耳ってる権力者はどっちかというとサタニストで、それで幼児性愛、またミサにおいて幼児虐待して、それで少年を食っちまうみたいな、そういう話があって、でまあそれを裏付けるように本当に教育カトリック、ローマカトリックの、本当どん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 今そういうのが出て捕まったり、まあでもそういう内部告発してるっていうのは、それを出そうとしてる連中もいるってことなんだろうから、あれなんだろうけど、それでハリウッド、マッドマックスのさ、メル・ギブソンだっけ、彼が言ってるんだけど、ハリウッドではまあもうそういう黒ミサ的なことをやって、少年を殺してかなり拷問していたぶった時の、それをの心臓とかを食べるともうすごいその効果があるみたいに言われて、でそういうことをスタジオでハリウッドはしてるんだみたいな、メル・ギブソンが言ってるという。まあただメル・ギブソン最後にさ作った映画パッションだっけな、ね、かなりキリスト教的な映画を作って、もうキリストが本当にもう聖書そのものに、だから本当に釘を打ちつけるような、のあまりにもその映画があれだっていうんで、世界的にちょっと批判浴びたんだけど、でもどうも言えできないって、でもでもキリスト教の聖書にしっかりのっとって書いて、その以前の新約聖書だよね、キリストので、旧約聖書っていうのはまあユダヤ教とかもどうも合致してるんだけど ね、でそれに合わない新約聖書をあそこまでやっちゃったからっていうことなのかな。なんか かなり映画以降メル・ギブソンはハリウッドからこうソース感食っちゃってるらしいんだけど、まあ俺も東京ダークキャスル始めたのは、まあロックバンドでずっとライブハウスでやってきたから、ちょっとクラブっていう深夜別な空間を作ってみたいっていうのもあって、やったっていうのもあるけど、確かに宗教観があってのゴシックっていうのはあるよね。まあだから、キリスト教ってドロドロしたものがいっぱいあるから、だからまあキリスト教だけじゃなくて、本当宗教に本当に関わって生きてきた人間と、宗教っていうか本当お正月に初詣行って、そしてお盆初詣では、まあ、神社行って、そして、お盆の時はお寺行って、そしてクリスマスにはメリークリスマスで十字切ってみたいなさわけわからないよな。そう ね全部やらないですけどね。だからさ、まあ海外から見たら何なんだって話になると思うけどね。まあ下に見られてもしょうがないかもしれないけど、でもそれがそれでまあ日本の面白さっていうか、多分自分たちが外国行ってもまあ、
その日本人がやってるのを楽しんでるっていう感覚で来てる人がいるんで、うん、なんかお客の層としては違うのかなって思いますね、うん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 。わざわざ日本人がやってるこういう雰囲気の方がいいと思って、うん、見てくれる人もいるよね。そうそう、うん、私みたいにそれでもう日本来て8年10年になった10年になったうん、ね、そうね、初めて日本のゴスクラブはまさに東京ダークハウスで、うんうんうん、それはハロウィンの時で、うん、ちょうどその時はすごいあの、インパクトがあって、うん、これはなんかみんながすごい優しくしてくれたすごい素晴らしい空間だと思ってまして、うんうんうん、まだデセオで、うん、ハロウィンパレードをやって渋谷でやってた頃かな。ああそうか、渋谷の頃からもう来てたっけ。渋谷でしたね、うんうん、はい、まあその前。あ、そっかそっか。いやいや、でもね、あれから結局もう東京ダークキャッスルの1回目が2013年ですかね。2003年ですかね。うん、でその前に東京ゴス&ダークウェブというのがありまして、ね、このカメラの向こうの太郎くんと一緒に俺が始めたものでございまして。あ、そうですか。そうなんだよ、実はね、彼が僕と始めたのが東京ダークキャッスルの前身東京ゴス&ダークウェブでした。はい、起動太郎様。彼の陰謀から始まった、ね、彼の陰謀から始まったという、ここが元気なんだ、そしてドラの反乱によってあの、東京ダークキャッスルに生まれ変わったという。一生言われますね。あいつは元凶ですからね。なんでキャッスルをつけたんですか。なんとなくかっこいい。まあ、お城で俺がキングって名乗ってようかなねえ、まあ裸の王様でここまで来ましたけど、ちょっとね、さすがにね、その長年やってきて、15、6年いい調子でやってきたんですけど、この3年前くらいからね、場所がなくなったりとか、まあ、やる場所がどんどんなくなったりとかいろいろしてちょっと停滞してましたが、とりあえずあの今度やるのは、クラブサイエンスというところで、もう東京ダークキャッスル本編として初めてクラブサイエンスでやることになるんですけど、でもいいやれるかどうかまだわからないけど、マーズが、ね、オーナーが変わってあの、なんかまた深夜やれるようになったのやらならないのという噂が僕の耳に入ったので、ね、ちょっといろいろ考えてみようかなと思ってるんですけど、戻れたらいいですね。戻れたらいいですね。それで雪郎は雪郎でさ、なんか四川とさ、どこだっけ、これです、この素敵なイベント魔女の花園っていうのをやっててね、はい、そして魔女の花園をこれバーッと見てもらって、これをクラブサイエンスでこれやるんだけど、はい、後ろを見ると本当東京ダークキャッスルとまるっきり違う、ね、まあ違いと言いながらうちのセリアさんなんかも入ってますが、そうです、で東京ダークキャッスルもこれからねどんどん新しくなっていかなきゃなんないと思うんで、本当魔女の花園と東京ダークキャッスルのコラボみたいな形でマーズでやってみるなんていうことね、楽しみね。また他の連中誘って、あのコルセットナイトとか ね、あんな人たちともね、いいとか3つ4つの連中が集まって一つでガーンとやれたりしたら面白いよ ね、まあ、今日は僕の本来の、東京ダークキャッスルの活動に基づいて陰謀論を話してみました。いかがだったでしょうか。ということで、15回目とりあえず無事に終わりました。では皆様もう一度言っておきます。5月4日土曜日、ジャパンゴスデー第2回ジャパンゴスデーということで、東京ダークキャッスル、1年半ぶりにクラブ新宿クラブサイエンスでやらせていただきます。みんな頑張ってやりますので、よろしくお願いしますということで、ということでみんな来てください。どうも今回ありがとうございました。Tokyo Borderless TV.